まあ、くしくもね、そのプロモーションっていうところではね、最近ちょっと昨今ちょっと話題になってるものが結構あるんでね、そこでやっぱりプロモーションっていうものに対して皆さんちょっとこう、注目してみるような目がモードに俺はなってるっていうふうに思うんですけども、うんうん、あなたのホビーにカメラ技術をプラスアルファとアルファホビー部。いやーこれねー、トムトムセナセナさん、部長が買う気になってる時の喋りな、まあわかるよねみんなね、みんなわかる、俺もなんとなく違う。ちょっともう見抜かないでそういうこと、うん、恥ずかしい、恥ずかしいよそういうの。なんかすごい遠回し的に買うかわかりませんがライブビューシューティングありますかね、それ聞く時点で買うんでしょっていう。いや買わなきゃライブビューシューティングできないから。けどね俺もね、ぶっちゃけ前回ああいう風にライブビューシューティング飽きたって言ってるけど、もしも部長、まあ仮に部長がもしも買ったら最新のシグマの AF のあの辺の焦点距離のズームレンズはどのぐらいのスピードなのかっていうのはちょっと興味がある、うん、で俺は DGDN の2470の1型使ってたから、あのスピードからどのぐらいこう進歩したのかなっていう、もう顔だなけど準備が大変だからね。俺だったらパッとやるけどさ、もう顔が違うもん、顔が。大丈夫？はい、いやでもね、うん、これちょっとそういうにやけちゃうっすねこれ、うん。にやけちゃうっすね。ほらまた470とかよくわかんないね、なんか。本当だね、すごいね、こうもうすごいねこれが。なんだろうね、別に多分。ある程度同時接続があると思うんだけど、すごいしか出てこないね。いやー久々にこのパンチ。でも瞬間で809に行ったっていう。すごいマジで。すごい、うん。よかったらチャンネル登録といいねね、うん、やればしていただければ今後も緊急ライブ積極的にやります。はい。部長ポチる気満々です。ポチらないよ。ポチらない。こちらない。なんだっけ、電話あれですか、ネットプロみたいな感じですか、はい、何ダチョウクラブ的な感じですか、大丈夫ですか。ちょ押すなでしょ、なんてあかんなこれ。とりあえず ATEM に iPad の画面接続して、ソニーストアのオンラインのところポチって押してもいいですよ。ご購入ありがとうございましたとか、瀬戸康史さんみたくさやってもいいですよ。はい、したら私こうやってそのライブで、うん、クラッカー鳴らしておきます。はい。いやーこれちょっと驚くっすね。そうだね。久しぶりに室内ポートレート。久しぶりにちょっと驚いた。うん、なんていうのかな。もうやっぱレンズとかカメラってさ、うん、こうスペックだけで買わせるものとそうじゃないものがやっぱりあるんだなっていうのはちょっと思うんですね、うん、で今回のこれに関してはまあくしくもね、そのプロモーションっていうところではね、最近ちょっと昨今ちょっと話題になってるものが結構あるんでね、そこでやっぱりプロモーションっていうものに対して皆さんちょっとこう、注目してみるような目がモードに俺はなってるっていうふうに思うんですけども、うん、そういった面があったとしてもですよ、今回のシグマさんのこの2845の F18 の DGDN の、このプロモーションのウェブサイト作例、非常に少ない作例で、バチッと全てを語るということで、まあよくぞやったなというふうに非常に、思いますね。とてもいいですね。6月6日の10時予約開始。あ、そうなんですか。午前中か。いや。15分18枚、最小16、最短30、82ミリ。中山さん、部員は部長の買うかどうかを、察知するリテラシーに長けてますからね。はいはいはい、使うなみんな、使ってくるな、みんなね、使ってくるな、英語、うん、英語使って今日な、みんな部長読めなくていく勘だからね今ね。もうリテリアシーって言っちゃった今、はいはい、リテリアシーって言っちゃった、はい
いやマリオネットネッコさん、残念な点が出ないくらい買う気満々。まあそういう状態よね。残念な点はね、まあそれ言い切れないよ。それは残念はないだから全然。あのもうちょっとこうだったらいいのになはあるよ。それはあるけど残念はないですね。そう82ミリに収まってるってのはすごい。本当にすごいこれ。俺絶対82なんか収まるわけねえと思ってたもんこれ。だから最初のリーク画像に比べれば、うん、ちっちゃいよね。あもうこんな大きさだった。絶対小さいですよ、うん、もうちょっとでかいと思ったもん。だからなんていうの、リーク出た時もそんなに部長と私もそんな盛り上がらなかったもんね、うん、まあでかいだろうと。でまあ画像もまだ分かんねえけどみたいな感じだったもんね。ねちょっとね、ちょっともうラシーが爆上がりっすね、うん、ラシーがね、ねえ、はあ、いっちゃう？ああ CR に組み立てたとこ見てみたい。ああ CR ね、いやまあ高画素機はえぐいと思うぜこのレンズ、ね、6100万画素友の会の皆さんどうですかこれ。これあそしたらあ部長あれですか、アルファホビーブ、4本目のオーナーズクラブになる可能性がありますね。じゃあね。何はい、可能性って言っただけだからね俺ね、はい、可能性ね、はい、買って部長が惚れたらオーナーズクラブ 4本目のオーナーズクラブ発足ですねこれね、はい、うわそれはリテラシーやな。ちょっとなんかよくわかんねえなそれ。何もうちょっと全部に文章つけてくれよ。いやそうだね、エスクマさんの時は全く使うもんや。そう本当にそうだもんやっぱね、はい、いやねうん違う、うん、うん違うっすね、うんうん、俺ね F18 どうこうってやっぱ絵が本当にあの作例は俺は信用できます、信じます俺は。あのボディがまちまちなのと男性女性で分かれてるっていうのであの作例でも統一感もあるんですよ。あの作例は信じます、うん、部長が言ってたけど線が細いっていうのはなんとなくその絵から線が細い、うん、要はうんなんか他のも別の被写体と被写体のつなぎ目がこうしょるって出るんだよねこうね、やっぱね、そんな感じそんな感じ、バキじゃないんだよね、バキじゃない、男っぽくなくてちょっと女性っぽい、なんかねシュンシュンってなんか本当輪郭がね、うん、スッと細い感じがするんだよね、うん、うん、93につけてみたい。あー93もいいだろうな。うん何ファントムちゃんなんか不穏なこと言ってますよ、うん、ファントムちゃんが。ダメだよ、和を乱すようなこと言っちゃ。和を乱すとダメ。ちょっと読んであげて深瀬くん。私はそんな和を乱すようなことは言いません。もう素晴らしい。俺はちょっと思う、俺は読めない、うんうんね、俺は読めないけど、はい、深瀬くんなら読めると思うよ多分。深瀬くんならあの感情を思いっきり込めて言えると思う。あ、全然わからない。全然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 ないような。はい、いいですか。はい。言って言って。自作ピロピロ。はい。はい。いやー、これビビったっすね、これ。ちょっとね、オデレータ。うん。ね。猫様たちとカメラ小僧の私さん、初めてかな。はい。あ、お初ですね。どうも。初めまして。こんにちは。買っちゃう。いやーまあなっちゃうよねそれね、まあ、ちょっと画面ちっちゃいけどね。これなんか FP っぽくない絵だよね、うん、これなんかこれソニーっぽい絵だな、うん、これはまあこのもう緑の出方とか見るとああシグマだなと思う。独特だよね、うんうん、でこの辺のやっぱ緑の出方がやっぱシグマっぽいんだよ、あ、てか FP っぽいんだよねこの後ろの、うんうん、ちょっと青の出方がやっぱこれ驚いたな。これこの青の出方がセブンフォーなんだ。そうセブンフォーなんだと思う。ねえこれセブンフォーなんだ。こう波がすごい、あとグラデーション、うん、ほんと綺麗、波とグラデーションすごい。この丸ボケもいいね。いやまあ 2.8 まで絞ってるか、あ
絞ったんだけど綺麗だね丸ボケもね、うん、佐藤さんがね、ん何佐藤さんのコメントちょっと読んであげて、うん、なんで俺に読ませんのびっくりしなくてよかったですね、はい、はいですか、はいはい、あれねほんとね、うん、なんかいやこれはなんか手叩かないで部長下品ですよパン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 手叩くのそれ叩くのって下品だよダメダメいやでもさあそうだね S9 につくねそうだねなんかすごいニッチだねつくつくつく S9 につけて写真作例してどう部長一緒に S9 買ってさあのほら正しい応援も込めてそれはちょっとまああれかなあの他の方が多分やるからですか俺みたいなもんが、はい、俺みたいなチンピラが出しゃばるとこじゃないですよ、はい、そこは、はい、ねうん俺みたいなもんがね、うん、そんな、はいはいね、下品なもんが出てくるもんじゃございませんそんなもんお上品なもんですからね、うん、はいいやーうーんやるなシグマやるなうん作例とはまさにこれ本当にそう思ううん本当にそう思ううんそうだねあ R5 の作例出してなって海外の方が、はあ、レビュー出始めてる。へえ、はあ。R5 ちょっと見てみたいな。すざまじい。いや、マジっすか。うん、あ、ちょっと読んであげて部長。はい、画面出しました。どれ？部長さん、心ここにあらずですね。今日ほらあのかなりの確率で画面あの画面自分で画面をこうって iPad に顔が隠れてるからさこうやってそうこう頭あの帽子ばっかこう見えてるから、うん、こうやっていやいやで 前鏡でねこうってねいやーすごいねいやーちょっと驚いたはいこれはすごいな